かん。あ、ちょっと柔らかい。今皆さんにですね、2種類のレトルトパウ、レトルト食品のパッケージを、見てもらっています。まあ、視聴者になったらそのままでいいです。まだ中身何も入ってなかったり、水だけが入っているものなんですよね。一方は、皆さんがよくカレールーなんかの、レトルトカレーなんかで使うね、バッグになってるんですね。これパウチっていうか、これバッグになってる。で、もう一つはカップ状のものです。やる内容はですね、2つあって、1つはそのレトルト食品を作るときに、硬い合成缶ね、この金属缶のときと、何が違うんだろう。別に同じようにレトルト食品っていうのは常温で流通できるので、加熱殺菌のことだけ頭に入れとけば、別に後ろにある蒸気を発生した蒸気を使った殺菌釜ね、レトルトでもいいんじゃないかって思うんだけど、実はね、それだとうまく作れないんですよ。その理由と、それを作るための装置を今日は皆さんに勉強してもらいたい。それが1点。それからもう一つはですね、今みんなに見てもらったパウチとそれからカップね、どちらも 100g 入るんですよ、内容物が。同じように 100g の内容物を入れた時に、同じような加熱殺菌をしたら何か違いがあるんだろうという話をね、勉強していこうと思います。で、それがまず1つね。1つは、レトルト食品と缶詰を作る時の製造方法が違う理由、装置の製造が使う装置が違う理由、それから容器の違いによって、内容物にどういう影響がね、受けているかっていう話を、まあ、勉強してもらいたいなというふうに思います。それじゃあね、これからね、皆さんにやってもらいたいことがあります。この中で加熱をする、モデル食品を作りましょう。モデル食品を、それで、作るモデル食品はね、先ほど皆さんにお渡ししたこのカップ、このカップの状態ね、この中にねトマトピューレを入れます。トマトピューレ 100g のトマトピューレを入れます。で、 100g のトマトピューレを入れて、圧着密封をして、それで経時的に温度変化を測るということをまずやります。と、それと同時にですね、レトルトパウチに同じく 100g を入れて同じことをやります。で、プラスチックバッグ、こういう薄いプラスチックバッグとね、カップとどれぐらい温度履歴が変わるかっていうのを調べてみましょう。それでずっと温度変化していって、一定のレベルの殺菌効果に達したらどちらもすぐに冷却します。で、同じような方法でやってる時に、このカップとレトルトパウチでどれぐらい加えられた熱量が変わるか、それからそれによってモデル食品であるレトルトパウチが、モデル食品であるトマトピューレにどんな影響を受けるかっていうのを、調べるのが今回の実習の目的です。で、それをすることによって皆さんにはこういう、缶詰とは違った装置の、運用のことを知ってもらうことと、それからレトルトパウチの動きには容器の違いでいろんな影響が出てくるということを理解してもらうというのが大きな目的ということです。